な、名古屋まで来たな。だって100本ぐらい食ってた。手羽先みたいな女だなってちょっとかわいそうじゃんね。もう V シネって言葉はもう用意しよう。これやったらバンドシーだって、まあ、ヤクザ映画好きは見たいだろうな、そういうの。誰かおかしなやつがいた方が面白い。逆に周りには俺が最後の破滅だと思っていないけど、いい勝負だ。でもマッチングでやってることが正論なのか正論じゃないのかは、そして逃げる、まあ、俺が怖いからかもしれないけど、毎年名古屋高いで暴行下手死んでるじゃん。マスメディアが裁判の判決にどういう効果を表すのか、これから行くぜ。メールは水坂とお願いします。待っとけよ。あ、おめでとうございます。おめでとうって言っちゃいけない。俺も今年も初めての地方撮影、地方ロケですな。あ、名古屋まで来たな。六本木、新宿、池袋を経て名古屋。でもさ、名古屋まで来たって言うけど、はい、店の中入っちゃうともうどこでどこだか分かんないよな。一緒だよな。名古屋の思い出は、思い出っていうか、名古屋は仲間は結構いっぱいいるから、はい、ちょいちょい来たりする。イベントもあったりして、キャバクラとかスナックとかも名古屋。キャバクラとかはね、あんまり行かない。名古屋来て最近さ、本も書いたりしててあんまり外に飲みに出ないから、はい、2丁目も行ってないし、何も反響って言ってるの。今度は小峠が行ったことないから連れてってくれって言われ、小峠を連れて2丁目に行こうかっていう話があるぐらい。再生回数もあれはもう10万回以上回ってて。どこ？あの新宿編の。あ、新宿か。うん。テーマの口側のコメントも多かったですし、うん、あれは結構今のところでヒット作だと思います。新宿が、新宿 の、 あのエピソード4が、エピソード1、エピソード4です、最後の2丁目編が。あ、2丁目だ。あれは結構視聴者には好評なんだと思います。な、2丁目はさ楽だよ。俺ずっと喋んなくていいんだもん。ママが突っ込んでくれるから。普通のバーとかで言うと俺頑張んなきゃいけないから結構大変。でも何回か俺コメントも読んだことあるけど、小沢さんが接客してるじゃんとかっていうコメントを見たけど、でも仕事だから知ってるわけじゃなく、結構どこを飲み屋行ってもあんな感じになるよね大概。まあ、小沢さんにちょっと負けないキャラが名古屋出てきてほしいですよね。名古屋は出るかな。今までで一番強烈だったのって誰だろう。あれ、六本木、六本木のユミさんですか。途中聞いて寝て復活してまた出始めて、あのオチが面白かったよ。最後はスタッフが送って帰りました。ライダさん、あ、ライダさん。あのダメダメ編みたいな感じ、はい、あの対比は面白かったですね。ミリアさん、真面目なミリアさんと、ぶっ飛んだライダーさんと。いや普通はさ、ミリアが潰れるなら分かるんだけど、はい、ぶっ飛んでるやつが潰れるどうすんだよみたいな、はい、笑うよ。あの辺強烈だったね。新宿は新宿でやっぱ面白かったけど、新宿であの最後2人いった2人はやっぱキャラクター良かったですね。袋も面白かったけど、話はずんだけど、こう、ずば抜けてないよね。袋どうですか、小沢さん的 MVP でいうと。最後は蓋行ったのは、飛鳥さんと秋さん。で、どっちもいい子なんだけど、やっぱ俺もさ、やっぱこう、監督やったりも してたじゃん。はい、やっぱ、まともにふっと盛り上げるよりも、誰かおかしなやつがいた方が面白い。
ライダーみたいにぶっ飛んで潰れてるみたいな、横でさパッとアップ取ったらさ、よだれ垂らして寝てますみたいな、はい、そういうの欲しいよな。だから六本木が一番キャラクターありましたよね、こう過去。そうね、意外にね、新宿がもっとすげえのかと思ったら六本木の方がすげえじゃんみたいな。で、袋はこうシックにまとまってるじゃん、はい、今回の長屋もシックでまとまるじゃないかって気がする。長屋ぶっ飛んでるイメージないわ。初めて、長屋来たら何だったっけな、中野秀夫と来たのかな、その時山ちゃん行って、あ、これが噂の手羽かっつって2人で100本ぐらい食ってた。名古屋は味噌カツが作れるような女、俺味噌カツ苦手だけど味噌カツみたいな女を探そうテーマとして。意味としてはどういう意味なんですか。あくまでもイメージだよ、はい、なんかいいなお前味噌カツっぽくてって、これ行こう。じゃあ名古屋を感じさせる女性と言うんですか、味噌カツか。でもお前手羽先みたいな女だなってちょっとかわいそうじゃんね、はい、なんか、はい、じゃあ今日のテーマ、味噌カツ、味噌カツみたいな女を探す。味噌カツみたいな女を探す。すごいねこれ、すごいね。天の架け橋みたいな。これ乗っけて、桜と女の名前みたいな。桜だから馬肉ってこと。馬肉です。馬肉だよな。はい、うん。もう V シネって言葉はもういわゆる死語だよ。そうですね、ビデオショーじゃないですかね。だからパッケージ売りっていうのが、はい、これだけもうなんかレンタルビデオがなくなってる以上、はい、あのもう今配信がメインだから、はい、だからもう V シネって言葉を消して配信ムービーとかもう余計な名前いらねえから、はい、上がったの見てくださいっていうの一番いいやろ。ワールドワイドで人気が出るのって韓国がナンバーじゃん。韓国のやつの映画もだから、韓国映画は今はもうあのネットフリックスのワールドだってドル箱に近いんじゃない。やっぱりペイじゃないから会費取っててチャリンチャリンないのにあのすごい大金かけて作ってる。世界で見てくれるから書けるわけじゃん。日本だったら日本ではいいけど、ワールドワイドになるとダメよ。やっぱストーリー的な問題だった。それでもその予算的に。ストーリーもあるし、規模もあるし、予算あったらすごいのかって言うけど、でも、このネットフリックスでさ、幽遊白書が配信されたんだけど、すげえな、これ金かかってたって思って見て、カツヤが出てて、聞いたんだよ。だかつは赤いでかい巨人みたいハルクみたいな赤いハルクみたいな。やっぱそれハリウッドのハルクチームで特撮やってる。なんか特殊映像みたいなやつもあったやつで言うでしょ。韓国も結構 CG って今世界レベルだから。だあれああなるとでも予算はネットフリックスの。ワールドの方が出してる。その日本の、まあ、今は V シネマって言わないかもしれないですけど、そのいわゆる V シネマって、うん、なんか韓国映画ってそのストーリー性は強いというか迫力すごいですし、うんうん、なんですけどちょっと違う種類の面白さがあると思うんですよね、うん、小沢さん の, あの広島 の, あのヤクザ構想のやつとかあって、うん、今の時代にもしあれが配信されてたらもっとヒットしてるんじゃないかと思うんですけど、日本のアニメのやつもっと海外出てもいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、ね、いや、アメリカとかにはやっぱり日本人がいっぱいいるから、はい、
見たいんだけどチャンネルがない。なんか日本の会社で海外にそれをなんかセールスするみたいな流れみたいなあまりないんですか。いや、やってんじゃん。俺やったバッドシーだって、はい、何箇所か世界結構売れてるよ。10あったから。それぐらいは買ってるよ。配信会社を見つけて、配信も含めて興行するとこは捨てるし、しないとこは配信だけとか。日本のなんかギャガみたいなところが権利買って海外に売りさばくみたいな感じ。まあギャガが海外事業部は事業部っていうか促進部とかあれば売ってるんじゃない。でもアート性が強いだろ日本のなんかあれって間。なんかヤクザ映画自体もうあんま作ってない。あの昔広島映画をやってたみたいな骨太のは当時ももう今ちょっとライトになってきてる。そうですね。ちょっとなんかちょっと面白いちょっと笑いありみたいな感じになってますね。だから今の若いやつらがそこに反応響いてる。だから前の日本としては前の方の骨太のところにが良かった人たちが薄れてんじゃない、はい、若者向けして配信でってなると配信見てる人たちは当然10代20代非常に多いと思うんですね、うん、そっちに合わせて脚本をちょっと作り変えてるのかな。脚本を書く書かないじゃなくそれが企画通るか通らないで書いたって取んなきゃゼロ。いや、そこさ、ああいうなんか仁義なき戦いみたいな、ああいうもうすごい骨太のど真ん中のなんか映画とか。まあヤクザ映画好きは見たいだろうな、そういうの。今こそ。でもそれがワールドワイドになるかどうかわからない。映画文化だって意識日本少ない。いや、コンプライアンスっていう最初に出た言葉から。今何でもかんでもコンプライアンスの中に入れすぎてない。前はこうなんかこうコンプライアンスと反社との付き合いとかいろんなことをこんな狭かった。今パワハラセクハラモラから何から何からこんな言葉だよ。先輩の芸人さんが言ってたけどさ、コメントで見たけど、そういう普通の人とは違う破天荒の生き様をしてるお笑い芸人のかっこいい先輩たちを見てそうなりたいと思ってきてるって、はい、あるじゃん、はい、だからちょっとこの被害を訴えてる人たちのことはちょっと置いといて、はい、遊び方とかそういう質問あるんだろうけど、はい、あんまり何でもかんでも本当言い過ぎるとあの大胆な人間が生まれなくなってくる。みんなこう聞き終わった。みんな同じ顔した人になる。昔桂春団治じゃねえけどなんかこういうさ、そもそもだってそういう豪快な人って芸人の人たちからこう広がってんじゃない、はい、役者とか、はい、でもマッチングやってることが正論なのか正論じゃないのかはその場にいたわけじゃないし知らないし分からないし裁判で明らかになるだろうって言ってるけど、俺今弁護士も書いてる、はい、裁判で俺も人生で裁判になるようなとこに行った時点で紫さんつんだから、はい、裁判官がどう思うのか検察側がどう突っ込んでくるのか弁護士がどんだけ優秀なのか、これのバランスがどれが崩れるだけで、はい、下手すりゃ待って話じゃないよ、はい、無罪でも有罪になっちゃう、はい、あそこに行った時点でもうやばいよね。そうですね。あとやっぱそっちのイメージが強すぎて復帰したとしてもなんかそれで今までと同じ笑いが作れるのかってすると
それはそこからもし復帰することになった時やっぱり松田の力じゃないのって思うよ。で雑誌なんかはさ、俺絶対売れりゃいいと思ってるから、あの裁判起訴あのね提出されること前提にそろばん弾いてさ、だって俺がさ万が一例えばさ今日名古屋でさ歩いてる時に酔っ払いがすげえ絡んできて、ああめんどくさいなと思ったら残ったけど、はい、ちょっとおじさんどいてやっとどいてなんか酔っ払い転んだと思うんですよ。で救急車呼んでくれって騒いで誰かがとっと大人に名古屋堺で暴行って雑誌言ってるじゃん。目撃者とか当然監視カメラもあるし、そんなの見て裁判やるならやっても絶対俺は負けないじゃん。じゃあ訂正文出せ、誰が見つけられるか分かんないとこにあれはちょっとあのあれでしたすいませんでしたんだ、こんな訂正文書かれるだけで5人記事や見開き何ページかで出る以上テレビ局とかもう引くやろ。スポンサーとかからするとリスクをもう負いたくないですよね。だから今回のあの名誉毀損損害賠償で5億いくらって普通じゃない。あのそれが勝つか負けるか置いといて、逆にあれが被害者の側の勝訴になった場合はその損害賠償はなくなるかもしれないけど、逆だった場合はそういうところがなんかこう裁判だって俺ドキュメンタリー映画とか見ててもマスメディアが裁判の判決にどういう効果を表すのか、世の中注目すればするほど世論が有罪を求めてる時の犯人の裁判官の判決っていうのは世論的に回すわけやろ。まあ難しいね。なんか俺が今10代で子供の業界を戻そうと思ってんのやつが俺だってかよく言うもんいるもん。19ぐらいで役者になりたいんですけどやめた方がいいそうって、今芸能界クソつまんねえそんなにさ昔みたいな一攫千金目指したようなさ売れたらすごいとかさねえって、ちょっと頑張って個人で起業してやってる方がよっぽどプライベートは金稼げるわよっぽどいいじゃん。破天荒な方とかはもう小沢さんの周りでももう皆無ぐらいの感じですか。なんやね、逆に周りには俺が最後の破滅型って言われる。まあ俺は昭和だからさ、昭和の時代と比べて今は世の中にこれダメだよ、薬やったり人を殺したりそういうレイプまがいとかそういう犯罪はダメだけど、あのその人の才能を認めたある程度のことの寛容さっていうのが今企業も見てる人もないんだ。でみんなが平均的に何かをしようとするとこれ変なもんでこう金ってあんまり回らない、はい、完全に俺の考えたの昭和イズムだけど、俺昨日なんかさたまにもう何回見てんだけど、あの映画で三丁目の夕日あんじゃん、優れた映画だよね。あれも俺もちょっと3話あるけど、3話ぐらいでやっと2歳ぐらいに生まれてんだけど、アスファルトもなくさ近所の住民たちがこう喧嘩してても仲良くてさ、どっかで何かあるとみんなが集まって大騒ぎしてんじゃん。昭和ですね。あれはいいよね。今なんか本当にどっかでなんか歩いてるとなんか泣きそうな顔してる子が道に迷ったような感じ、どうしたって聞くと走って逃げんの、まあ、俺が怖いからかもしれないけど
でもさ、昔昭和ってそういうのって周りが子供を守ったの。今は親にさ、知らない人と喋るなとか言われすぎてて、だからその寛容さだよね。学校がおかしくなったのはモンスターペアレンツが現れたから。で、何を勘違いしちゃったか分かんないけど、ゆとり世代にみんなで手つないでゴールすればいいじゃんみたいな。あ、じゃあ競争をやめないんよ、そもそも。だからもうなんかそういう一個一個にさ、なんかこうおばあちゃんに怒られ、親には反抗してても、おじいちゃんおばあちゃんとかに怒られて諭されて、そうだよねと思ってくれる人がだんだんいなくなってきて、それを知らない子供が親になって子供を産むから自分勝手になってきて、あの核家族っていうのが崩壊してる。だから学校側は親が悪い、家で何を教えてんだよ、学校は何を教えてんだよ、全部人ばかり。昔とのその違いが日本の経済的な成長もなんか阻害してき出してる気がするんですよ。だから、あの昭和初期のあの三丁目の時代って焼け野原だから日本が復興しようと、その象徴で東京タワーを建ててるとこの話やんか。みんなが一生懸命必死に働いてて、なんとかしようって輝いてて、大金持ちになろうっていうよりはなんとか国を立て直すんだ。キャバクラだってエンターテインメント。そうですね、それはすごく思います。同じだから俺らが映画館に行きたいっていうの、うちにいい子いますよって、この映画面白いですよ、ぜひ劇場にぜひ見せて、出てこんないわけだ。これから行くぜメルは、味噌カツ女探し待っとけよ。味噌カツ持ってくる女がいたら一発でいいなって言っちゃうかもしれない。緊張してる。この辺がプル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 震えて下をプルプルしてる。ヒーちゃんとか呼んでもいいですか？ふざけたよ。もう誰だのか嬉しすぎてどうしよう、噛み締めてる今。だからまた飲んでるとすっからかんなるの。うまい。あー飲んでるせん。えそんなこと言わないでください。ピッチャーで、ジュースを、ジンジャーエール、ストロー付きでお願いします。